はい、どうも、こんにちは。松井塾の松井です。本日はですね、ヨーロッパの近代革命ということでお話をさせてもらいます。で、前回オランダが要するに世界の支配をしていましたよというところから、時代は変わってきます。はい。フランスとイギリスというこの二つの国が現れてきます。よろしいでしょうか？じゃあ、フランスとイギリスがどうやってヨーロッパから、海外、アメリカ、アフリカとかアジアに対して、どんどん進出できたのかっていうと、ポイントはこちらになります。いいですか？オランダっていうのは、オランダの拠点になっているところから貿易船をどんどん派遣するという形になったんですけれども、いや、もうめんどくさいと。もうアジアで支配する場所を作ってしまおうよ、ということなんです。アジアで支配する拠点を一個ドーンと会社みたいにこうドーンと作ってしまってですね、そこを中心にしてアジアを植民地にしていく。ね。アフリカを植民地にしていく。そうするとそこで一旦物を扱って、で、そこからヨーロッパに一気要するにイギリスやフランスの本国に対してガーッと輸送した方が早いやんってことに気づいたんですね。気づいたんです。で、それを作ったのがこちらということになります。東インド会社という形になります。東インド会社ってこと。毎回物を取ってきましたとね。物を取ってきましたって言って、物を取ってきて、船が満杯になったらオランダに帰りますよっていうやり方をしてたのがオランダに対して、フランスやイギリスって一旦この東インド会社で全部物を集めちゃうんですね、一旦。まあ倉庫、巨大な倉庫が東インド会社やと思ってもらえます。そうすると、倉庫になって、そんで本国でいるやつだけどんどん輸送するっていう風にやった方が、効率がいいでしょってことです。効率がいいでしょってこと。っていうこの組織を作ったのが、この東インド会社制度ということになります。まあこれは詳しくやるとめちゃくちゃめんどくさくなるんで、簡単に説明します。つまり、フランスやイギリスっていうのが、この東インド会社っていう会社を作ることによって、要するに植民地をどんどん広げやすくなったので、オランダから力がフランスやイギリスに移っていきましたよ、というふうな形になります。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。